チャプチャプチャプレディオ。さあ皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。私神奈川在住ツリークライマー CEO チャブリンでございます。ということで、皆様いかがお過ごしでしょうか。私は今ですね、東京は立川の現場がですね、から帰っている途中でございます。あとね2日間ぐらいは立川に行かなきゃいけないかなっていうような感じでねやらせていただいて、おりますけれども、皆様もうすっかりもう冬やなということでですね、やらしてもってますけれども、皆さんどうですか。あの寒いですかね、急に寒くなったよね今日ね。なんかなんて言ったらいいのかな、ちょっとこうね、あの体温調節というか、この地球の温度というか日本の温度というか、下手なんて、温度を変えるの、徐々にこう行くもんやと思うねんけど、この、天気の下手なんて、思うわ。下手なんて思うわ。このね、天気のこう移り変わりが、すごい寒暖差っていうのが、激しすぎて、すごい、うち、布団ないねん。布団が、そう。寝具の布団がな、もう夏の掛け布団しかなくてな、もうブルブル震えてますね。さあ、ということでね、やってまいりましたけれども、皆様はね、衣替えだったりとか、そういったことはうまくいきましたか？私は全然うまくいっておりません。はい、普通に寝るとき寒くてね、で、朝、寒さで目覚めるというね、最悪のパターンで、今日もね、5時に朝目覚めたんですけれども、まあ大体ね、4時とか5時とかそこら辺がね、寒さのピークになってるのかなとかっていうふうに、勝手にね、思いながらね、やらせていただいております。まあね、残すところ、2024年もですね、残り1ヶ月と半日ぐらいには、なってるんじゃないかな？1ヶ月と10日ぐらいかな？もう、いくつ寝ると、お正月。さ、ということでね、適当なラジオでごめんなさい。ということでやってまいりますけれども、まあ皆様ね、何が言いたいかと言いますとですね、今日は、ツリークライミングの、お話ではございません。はい。今年はですね、今年はじゃないわ。このラジオは、今日はですね、まあ本当のところの、今年、残りの予定をね、ちょっとこう皆さんとこう話していけたらなというふうに思うんですけども、皆さんもうね、スケジュール帳パラペラペラペラっとこう開いてみてですね、もう12月の予定、びっしりパッチリだわーみたいな感じでこうね、思われててね、2025年も頑張んなきゃなーみたいな感じで、こうメモ帳ではね、こう来年になってくるかなとかっていうふうに思いながらね、感覚が。そうそう、思うんですけども、まあ実際生きてるとね、まだなんか、あったかさも最近やっとあったかくなってきて、やっと寒くなってきて、ね、年末感がちょっとずつこう増してきたかなというふうに思うんですけど、まだね、紅葉とかね、落葉とかが進みまくってるわけではないので、ね、冬だなっていう感じはまだちょっと僕はね、しないんですけれども。でもね、夜空のね、夜景の空気がね、綺麗になってくるじゃないですか。冬になると。ね。冬のね、夜景はとっても綺麗なんですよ。僕もね、大阪に住んでたもんでね、よく友達とね、あれは、生駒の方になるのかな？暗がり峠っていうね、峠があるんですよ。多分あれね、向こうが奈良になるのかな？暗がり峠っていうところのね、山道があってね、そこをこうぐー、平岡だったかな？そこら辺をぐーとか上がっていくとですね、山の頂上の方にこう、展望台みたいな感じでね、ちゃんと見れるとこがあるんですけども、そこからねもう本当に左は和歌山、右は兵庫みたいな感じでこうずらーっとこうね大阪を一望できるね夜景スポットがありまして、そこのね夜景がですね、夏に行くとねちょっとこう霞んで見えるんですけど、冬に行くとねもうめちゃめちゃ綺麗で、そうもうシーンっていうねもう音もしなくてね、もうすんごい綺麗でね、そう、ぜひね、皆さんもね、もしよかったら、行ってみてください。暗がり峠ってね。ね、大阪でどこ行ったらいいかな、とかっていうことをね、みんなにこうね、関西の、まあ、関西出身ですから、皆さんこっちにいる神奈川の方だったりとかですね、関西どこ行ったらいいかな、みたいなことを言うわけなんですけども、暗がり峠、ぜひね、行ってみてください。車がないと、行けませんね。
はい、大きい車もで行くのもあんまりおすすめはしませんね。はい、ぜひね、暗がり峠、行ってみてみたらいかがでしょうかということで、変なラジオですいませんでした。さあ今日はね、まあ、今年の、まあ、今年のですね、まあ、初めてが多いよね。振り返りと今年の今後の予定みたいなのを皆さんとね、こう共有しながら、生きてっていうか、このラジオをね、話していけたらいいかなというふうに思うんですけども、ビッグニュースとしましては、私ですね、来月の、ですね、来月の、ツリークライミングの大会が、香港であるんですけども、その香港に、ちょっとね、知り合いの方ですとか、まあ、ジャックっていうね、大会で知り合った方々も、いろいろね、元々の知り合いさんだったりとかっていうのも、いろいろね、こう出られるみたいで、日本人選手の中でもね、何名がこう出られるみたいなんですよ。で僕ね、ツリークライミングのやっぱね、海外のね、その雰囲気とかね、そういったものもね、僕はね、味わいたいんですよ。はい。なのでね、私、香港にですね、行きます。はい、ですね、まあ、高校3年生の冬にですね、修学旅行で、こんなこと言うとね、いいとこの子かって言われるわけでもなんですけど、そんなことなくて、グアムに行ったんですよ、修学旅行。3泊4日だったかな、うん、グアムに行ったんですね。4泊5日？いや、3泊4日だった気がするよね。そう、すーんごいグアムね、楽しかった思い出があるんですけどもね。ただ、自分でね、飛行機に乗って、まあ、仕事だったりとか、趣味嗜好だったりとかね、そういったことでこう、海外に行ってる感じはやっぱなくてね、まあ、何かあったら困るし、迷子になっても困るから、やっぱり学校のね、行事としてこう、担任の先生とか、バスガイドっていうか、このツアーガイドの綺麗な小林さんっていうね、お姉さんがいたりとかね、今でも名前覚えてる、すごいね、小林さんって方がいたりとかね、男の人の名前は分かんないけど、ネズミ男みたいな顔してましたね、ネズミ男さんみたいな顔してましたけども、まあ、しっかりこう守られながらね、そんなに自由も聞くこともなく、グアムの方にね、行かしてもらって、こうね、満喫した思い出はあるんですけれども、今回ですね、私がですね、日本にいることが長かった頃、私が、とうとうですね、香港に行くことになりました。はい。これはね、まあ、ひょんなことからですね、お世話になっている方々だったりですとか、ね、そういうね、ツリークライミングの大会があるよっていうことを教えてくださった方ですとかね、まあ、ちょっとあんま名前を出すとあんまり良くないなというふうに思うんですけども、いろんな方々がいらっしゃるんですね。日本人じゃない方も中にはいらっしゃったりとかして、うん、やっぱりね、おいでおいでよみたいな感じでこうね、言っていただきてね、で、知り合いの方もですね、チャンピオンシップっていうか、その香港のね、香港ツリークライミングチャンピオンシップに出るわけですから、もうしっかりね、友達とかもね、仲間とかも出るわけなんで、応援しに行かなくちゃなとかっていうふうに思いながらね、やらせていただいております。ただね、皆さんね、疑問があると思います。疑問があると思うのは、お前12月のそんな忙しい時期に、香港なんか行って出るわけでもないのに、お前大丈夫なのかよみたいな感じで、言われる方がね、中には、いらっしゃるかと思うんですけども、結論から言います。大丈夫じゃありません。はい。大丈夫じゃないです。ただ、まあ、なんて言ったらいいんだろうな。まあ、価値観の話にはなるんですけども、まあ、一週間ぐらいは、そのチャンピオンシップ、香港の応援で行くのにも潰れますし、強いて言うなら、まあ、お金もね、やっぱかかるわけで、そうなってきた時に、まあ、何が、重要だったのかなっていうふうに思うとですね、まあ、7月1日からですね、僕は独立してきたわけなんですけども、6月、7月、8月と、サラリーマンの最後の1ヶ月からですね、休むことなく働き続けました。はい。で、そこからですね、ちょこちょこ調整とか聞きながらもですね、お仕事を、いただいたりですとか、お手伝いをさせていただいたりですとか、いろんなことがこう巡りに巡ってですね、ちょっと大きい、お仕事だったりとか、そういったことがあってですね、なんとか、まあ、自分ね、一人でこう、旅行っていうか、旅券っていうのかな、旅券、チケット、うん、飛行機のチケットと、
あとまあ、宿泊するぐらいの贅沢はできないけど、それぐらいの余裕っていうのはちょっとあってですね、よかったとかっていうふうに思いながら、そのために頑張ってきたみたいなところありますから、よかったとかっていうのもね、だってお酒も飲まないし、ね、女性遊びも、しないですし、タバコも吸いませんからね、僕はね。エニタイムフィットネスに月7000円払ってるぐらいですかね。はい。あとはまあ、そうだね、アマゾンプライム500円。まあ、プライムでね、荷物が届くのが早くなるからプライム入ったりとかしてますけども、それぐらいじゃないかな。うん。で、そういうぐらいしかやっぱり私利私欲っていうところが、ないわけですから、まあね、お金っていうところがそこまでこう、使うタイミングとかはないわけなんですよね。悲しいことに独身なので、はい。なので、そういったことが前にないわけですから、食費と、そういった諸々の、費用だったりとかね、するわけなので、まあ、割かしね、まあ、お金は貯まりやすいのかな、とかっていうふうに思ったりもしますけどもね、まあ、その分ね、寂しいんだよってことはね、ここでは話しておきたいなというふうに思うんですけども、まあ、それは置いといて、いやー、香港行くにあたってね、英語勉強しなきゃなと思うんだけどもね、まあ、英語の話、やっぱ難しく感じちゃうよね。うん、今もう感じちゃったよね。そう、難しくやっぱね、感じちゃって、でもね、感覚で話せるようになると思うんだよね。どうかな、みんな。難しいよね、英語って。なんて言ったらいいんだろうね。ほら、英語ってさ、なんか壁あるように感じてしまう自分がいて、とっても嫌なの、それが。なんかね、どうかな、皆さんどうですか？なんか英語喋るときとかって、英語喋られる方いらっしゃったら、なんて言うんだろうな、コツをね、ちょっとな、まあ、聞きたいなというふうには思うんですけれども、まあね、多分誰もコメントしてくれないとは思うんですけども、なんて言ったらいいんだろうね、そう、やっぱり、私は、あなたのことが好きです。I love you. I love you. っていうのが、あなたのことが好きです。I love you. っていう風に、こう、変換しないでも I love you は言えるじゃないですか。だいたいね、もうニュアンスでわかるし、love とかね。I love you. とかね。私は好きです。あなたを。っていうことじゃないですか。だから、それをね、こう、I love you. 愛してます。っていうことを言えるぐらいの感覚で、英語を話せるようになりたいんですよね。そう。そうなるにはやっぱり、ゼロからこうね、文法がとか、いろいろやっぱ勉強しなくちゃいけないのかなとかっていうふうに、周りもいろいろ調べたんですよ。いろいろ調べたんですけどね、今スピークっていう英語のね、学習アプリをね、高いですよ。1万いくらぐらいしてね、それ課金してね、やったんですけどね、やったらですね、I'm from Japan とか、I'm from LA とか、I'm from New York City とか、そのレベルですね、今ね、まだね。I'm from Japan とか、How are you? とか、How are ya? とかね。そう。I'm a girl とか、I'm fine とかね。そういうことしかわからなくて、例えば、トイレに行きたいんですけど、どこにありますかとかっていうのはね、パッと出てこない。うん。皆さん出てきます？結構死活問題じゃないですか。お腹減ったんですけど、ご飯何かいいとこないですかとか、ご飯、食べたいんだけど、どっかいいとこある？だったりとか、トイレ行きたいんだけど、どっかトイレあるかなとかっていう、ことをね、パッて聞けないのよ。日本語が出るように。もちろん、切り替えたりとかすることも大事だと思うんですけど、ね、それが聞けるようになるぐらいまでの、なんか感じになりたいのよ。そう。なかなかね、難しいとは思うんですけども、まあ、単語をね、たくさん勉強しなくちゃいけないし、アポーとか、バナナとか、ウォーターメロン、スイカとか、そういったことがこう、パッてこう出てくるっていうような、ウォーターメロンはウォーターメロン、アップルはアップル、とかね、スティーブ・ジョブズはスティーブ・ジョブズみたいな、そういう感じで、できたらいいなというふうに思ってて、そうだ、だからまあ、話はすごい脱線しましたけども、12月はね、もう1週間ぐらいは、香港に、行かせていただくことになりまして、ちょっとね、本当に、まあ、第ね、5つ目の今年の2024年の目標がですね、なんとかこのまま行けばですね、体調不良とかなければ、叶うんじゃないかなっていうふうに思ってまして、はい、1個目は、ツリークライミングのアーボリストの試験を受けれるようになること。ね。で、次、アーボリストになること。
で、三つ目、独立すること。で、四つ目、大会に出ること。ツリークライミングの。で、これは、エントリーはしたんだけども、出れなかったっていうか、大会が延期になっちゃったのでダメだったんで、ジャックっていうね、名古屋での素晴らしい大会があったので、そこにね、なんとかこうねじ込んで、こう、本当にね、いろんな、奇跡と、なんて言うんだろうな、気遣いがあってですね、僕は出させてもらったんですけども、すんごいいい経験で、楽しかったんですけども、まあ、それがあって、で、次ですね、海外の、ツリークライマーの、人たちとこうコミュニケーションを取るっていうところで、じゃあ海外の大会に行きたいなっていうところで、香港の大会があるということでね、そこにもうこれ行くしかないでしょっていう、もう行くしかないでしょって、もう行くの一択でしょみたいな、悩む暇ないでしょみたいな、ワンチャンとかなんもないでしょみたいな感じでね、思ってですね、ちょっと行くことになりました。はい。でね、そうですね、それが叶えばですね、今年の本当2024年に掲げた5つの目標がですね、なんとかクリアできることが、ありますので、なんかね、すごい自分の中ではいいなーっていうふうには思ってるわけなんですけども、そう。だから、なんかね、あと12月は1週間、あと仕事はなんとか、奪ってきてはいるんですけどもね、まだね、ちょこちょこ、スケジュールは空いてますので、もしね、チャブリンの力が必要だよっていう、チャブリン来てって、Come here, チャブリンとかね、Please come here, チャブリンとかね、そういう風に、言っていただける方がもしいらっしゃいましたらですね、私の方に、連絡の方よろしくお願いいたします。ね、最近ですね、本当にありがたいことにですけども、YouTube きっかけか、Instagram きっかけかはわかりませんが、Instagram、の方にですね、メッセージちょこちょこ、来て、いただいております。はい、どこどこで、クライミングしてますみたいな、でなんかわかんないことあったら教えてくださいとかね、どこどこでツリークライミングやってます、どこどこでやってますみたいな感じでこうお声掛け、いただけるんですけども、ここでまあ言いたいのは、僕はね、あくまでもやっぱり成り上がってる途中なんですね。チャブリンは成り上がってる、はい、なのでまだまだ人に教えるとかそういったことっていうのはやっぱできないわけですね。うん。なのでメッセージ来てね、なんか教えてくださいとか、なんかこうなんですとかっていうようなことにお答えすることは正直できなくて、ただこの前の YouTube の動画みたいにどこどこに行って一緒に練習するとか、どこどこに行って安全確保のもとこう一緒にクライミングしてみるとか、そう道具について話してみるとか、そういったことっていうのはできるんですね。そう。で、こうやった方がいいよとか、僕はこうやってるよっていう話は、できるんですけど、こうやった方がベストだよとか、これじゃないとダメですとかって、そういう風に指導できたりするっていうのは、僕はまだまだ全然そういうような身分でもないし、知識もないので、一緒に、こういう風なポジションの時は、こういう風にした方が楽なのかなとか、こういうところにライアンで退院した方がいいのかな、どうかなっていうのを話しながら練習することはできます。そう。なので、教えてくださいっていうことのメッセージが、結構ね、届いたりとかもするんで、もちろん気を使ってくださったりとか、尊敬のもとでそういう文になってるかとは思うんですけども、そういうことを教えるとか、お金をもらってとか、そういったことではなくてですね、一緒に、やっぱ勉強する。一緒にツリークライミングについて考える時間を設けるっていうことは、できますのでね。もしよければ、気軽にですね、インスタグラムの方にメッセージいただければですね、なんとか、私が、まあ、答えられるものでしたら、会いに行ったりとか、ね、そういったことができるのかなっていうふうには思いますので、ぜひね、ご検討のほどよろしくお願いします。ということで、支離滅裂なラジオになってしまったんですけども、ちょっとね、まあ、報告までにというか、12月の4日ぐらいから多分、香港の方には行くと思うんですけども、まあ、Vlog ね、僕 YouTube で Vlog やってたわけですから、そのね、Vlog を撮りながらですね、また皆さんにこう提供できたらなというふうに思いますので、それはね、もしよければ、楽しみにしていただけてということでですね、まあ、今年ね、7月から独立させていただいて、で、今日もね、立川の方に行ってきたよっていう話だったんですけども、前にね、サラリーマンで働かせてもらってた、会社さんのお手伝いということで、行かしてもらっててですね、まあ僕がまあ頭でこうやらせてもらってたんですけども、独立してこうやってね、自分の好きな方向に行きたいんだとかっていうことがありながらも、自分のことをこう頼ってくれたりとか、ね、つんけんしてこう、不仲になるわけじゃなくて、なんかこう認めてくれて、フォローしてくれて、で、お互いフォローし合ってっていう関係も、まあね、
気づけたりとかもさせてもらってたりとか、で、ツリークライミングとかでこう、チャブリに来てくれないってこう、直接言ってくれてる、職人のお仲間の方々だったりとかね、いてくださったりとか、そう、いろんなことがやっぱり2024年は経験できたし、動いたなっていうような風に思ってて、で、目標がね、自分の中で勝手に掲げていた5つの目標が、このままいけばなんとか、クリアになるんじゃないかなっていう風にやっぱ思ってたりとかもしてて、なんかこうね、前半の方はこうね、自信があって、こうちょっとこうネガティブな感じでスタートしちゃったんだけど、尻上がりの方にこうだんだんこうなってきてるような気がしてね、なんか自分の中で、こう、そのままね、健康で、すべての目標を達成したりとか、僕に関わってくれてる人たちがみんながこうなんか幸せになるような結果に終われたら、なんかこう自分を褒めたいなとかっていう風には思うんですけどもね。あと1ヶ月と10日ぐらい、2024年は残ってますのでね。もう紅白のね、誰々が出ますよみたいなことも発表されてますよね。もうほんとそういうシーズンになってきましたね。ね。なのでね、そういう風にこう自分をこう、たまにはね、褒めたたいたりとか、こうしてあげてもいいのかなとかっていうふうに思いながら、ちょっとこうね、気が緩みかけたので、まだ仕事は終わったわけではないのでね、気が緩みかけちゃったのでね、そこのところをちょっとこう気をつけて、やっていけたらなというふうには、思っております。ということで、ラジオとしてはね、かなりしょうもないラジオだったんですけども、一個は、英語難しいよねっていう話と、もう一個は、香港にちょっと行くことが決定しましたんで、そのね、報告までにということで、お楽しみにということで、はい、やらせていただいて、おりますね。はい、そういうね、尻滅裂なラジオでございましたし、皆様もね、通勤途中だったりとか、作業途中とか、そういったことで、流されてる、事故かな？事故だ。あ、大丈夫かな？そういうね、通勤途中とか、そういった時に聞かれてると思いますのでね、変なね、聞き流しっていうことで、なんて言うんだろう。あまり期待せずに、空気を吸うような感じで、このね、音をこうね、雑音かのように、こう、サラサラサラと聞いていただければな、というふうに、思っております。はい。なんかね、気づけばチャブリンラジオやってんな、ぐらいの感じで、いいと思うんですよ。そこがね、僕のね、このラジオの目的地なんですよね。毎日のラジオをこう、楽しみにしてるっていうところも嬉しいんですけども、そうじゃなくて、FM 横浜、みたいな感じに、こうなんか、パッてつければやってるみたいな。そういう風な存在であれたらいいな、というふうには思ってますんで。なんかね、旅のお供にとか、通勤のお供に、帰宅のお供に、聞いていただければな、というふうに、思っております。このラジオは平日の月曜日から金曜日朝6時から YouTube チャンネルでラジオ形式で放送しております。また、概要欄にありますインスタグラムのアカウントにですね、メッセージなど、いただければ幸いと思いますので、もしよろしければですね、ラジオで話してほしいテーマ、または、お仕事のご依頼、またはツリークライミングに対する、メッセージですね、お待ちしておりますので、インスタグラムぜひ活用してみてください。また、この YouTube チャンネル登録、コメント、グッドボタンぜひよろしくお願いします。基本的にはラジオのことを話したりですとか、ごめんなさい。スローラインの、練習のショート動画上がったりとかもしてるんですけども、作業風景だったりとか、あとは、Vlog ね、上げたりとかさせていただけるアカウントになってますので、もしよろしければね、ツリークライミングに生きる、35歳の個人事業主の活躍を、見てみてはいかがでしょうかということで、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次のラジオでお会いしたいと思います。僕も駐車場に着きました。皆様も、これから、仕事行かれる方は、安全第一で頑張ってください。そして、今、仕事が終わったよという方はですね、お疲れ様でございました。今日もね、ゆっくりして明日に備えてみてください。それではまた次のラジオでお会いしましょう。次には暇でる。レッツギロン。さよなら！ I'm going to Hong Kong! See you!